なんで笑われる。Oh.
列の皆様はどうぞご着席ください。I am reading from the Bible. これからの結婚生活に役立つ言葉を聖書の中からお読みいたします。愛する者たちよ、私たちは互いに愛し合おうではないか。 Love is patient and love is kind. It is not jealous or prideful. Love is not rudeIt is not selfish. It is not happy with evil. Love is not happy with lies, but rejoices in the truth. Love never gives up. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails. 愛は決して絶えることがありません。アーメン。結婚式のメッセージをお話しいたします。今お読みしたコリント全書は、結婚するお二人のために神が用意してくださったものです。ここには愛という言葉が何回も繰り返されています。愛はお二人の家庭を作る大切な土台だからです。愛について聖書は、愛は決して絶えることがない、 Love never fails という言葉で結んでます。お二人は今日キリストの愛に結ばれ夫婦となるのですから、どうかどのような時にも許し合い、助け合って平和なご家庭を築いていってください。お二人の前途に神の豊かな導きがありますようにお祈りいたします。お二人はここで誓約をいたします。質問にお答えください。シノロからお尋ねいたします。シノロ様、あなたはこの方と結婚し、神の定めに従って夫婦になろうとしています。あなたはその健やかなる時も、やむ時も、この方を愛し、敬い、慰め、助けて、その命の限り固く節操を守り、共に生きることを誓いますか？はい、誓います。アーメン。神父様、あなたはこの方と結婚し、神の定めに従って夫婦になろうとしています。あなたはその健やかなる時も、やむ時もこの方を愛し、敬い、慰め、助けて、その命の限り固く節操を守り、共に生きることを誓いますか？はい、誓います。アーメン。アーメンとは真実です、その通りですという意味です。指輪を交換してください。まず新郎から新婦へ。続きまして新婦から新郎へ。
Put your left hands on the Bible. お二人とも左手を聖書の上に置いてください。Let us pray. お祈りをいたします。皆様、目を閉じて、お祈りの姿勢をとりください。お二人の上に祝福を捧げ、どうか二人の上に主イエス・キリストの愛が豊かに限りなくあり、その生活を守りを導きください。Let these rings be symbols of your love and bonds of trust as long as you live together in this life. Amen. 皆様どうぞ目を開けてください。結婚宣言をいたします。お二人は神と皆様の前で夫婦となる約束をしましたので、私は神のお名前によってこの男性と女性とが夫婦であることを宣言いたします。神が結び合わされたものを人は離してはなりません。アーメン。ベールを上げ、誓いの上に寄贈いたします。
and let Jesus Christ be the everlasting Savior for as long as they both shall live. Amen. お二人ともどうぞお幸せにあってください。それでは一番前でまたご参列の皆様の方を向いて、新郎新婦が退場いたします。皆様、温かい拍手で送りましょう。おめでとうございThank you.
お待ちに運んでいただきます。まずレオンさんからユウキさんのお口に運んでいただけますか。どうぞケーキをお渡しいただきまして、それではあーという感じでどうぞ。食べ物や苦労を受けなさいよという意味で呼ばれて、続いてユウキさんからレオンさんのお口に運んでいただきましょう。どうぞケーキをお食べください。じゃあパイ投げの要領で、パイ投げの要領であちらからレオンさん大きな口を開けてどうぞHa ha ha.